ボンバーボンバー、ウラアルティメットボンバーだ。はい、ってことで今回はまあ緩い動画になってしまうんですけど、私昔から小さい頃からずっと好きな食べ物があって、食べ物っていうかお菓子なんですけど、じゃん、こちらのちょっと題名違うんですけど、ねるねるねるねっていうのがあって、知恵菓子みたいな感じなんですけど、これがすごく昔から大好き で、最近なんか進化してのびのびスラムみたいな、なんかすごく伸びるね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 が出てたので、今回はこれを食べるだけの動画になります。あと今日すごいもう髪がだいぶボサボサなんですよ。今日湿気多い気がする。髪結びたいと思います。はい、じゃあ早速食べていきます。中はこんな感じになってます。これで混ぜていきます。私 A 型なんですけど、結構ガサツでこういう袋とか開けるときすぐこぼしちゃうんですよね。まあ、50回混ぜます。はい、こんな感じです。そしたらトレーに青のスライムの素を入れてふんわりするまで混ぜる。で、これを入れます。すごいなんかシュワシュワしてる。じゃあ次反対側の方も入れます。100回混ぜると伸びるらしいです。やります。はい、ってことで一応できたんですけど、なんか水入れるよう失敗したんですかね。伸びてるっちゃ、あ、伸びてるか。一応伸びます。もうスライムっていう感じではないです。じゃあ食べたいと思います。正直言うと美味しい、めっちゃ美味しいとは言えないです。でまずくもない、食べられるかなって感じです。じゃあ次こっち緑の方食べます。こっちは割と伸びてるかなって。いただきます。こっちは割と美味しいです。こっちこの青よりかは全然緑の方が美味しいです。あ、でもすごく美味しいかって言われたら、っていう感じです。あ、でも結構下に行けば行くほど、ほらスライムっぽい、なんか美味しい。はい、ってことで以上ただねるねるねるねを食べるだけの動画でした。味はそこまで美味しくもないけど食べれなくもないんで、皆さんぜひ試しに買ってみてください。それじゃあバイバーイ。